はい、よい子のみんな、ラスティユーさんだよ。今回も一緒に英語の一言フレーズを学んでみよう。実はラスティユーさんも英語が話せないんだ。だからみんなと一緒にラスティユーさんも頑張って英語のフレーズを覚えるからね。それでは今回のフレーズだ、行ってみよう。並んでいますか？ Are you in line? 並んでいますか？ Are you in line? 並んでいますか？Are you in line? 次はおじさんが発音してみるね。 Are you in line? Are you in line? どうだろう、ちゃんと発音できてるかな、合ってるのかな。次はみんなも一緒に発音してみよう。 Are you in line? Are you in line? Are you in line?どうだい、ちゃんと発音できたかい。もう一回言ってみるよ。 Are you in line? 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 Are you in line?Are you in line? Are you in line? OK! 今回はここまで。もっと詳しい英語を学びたいなら関連動画を参考にするといいよ。概要欄にもおすすめのリンクを貼っておくから見てみてね。よかったらこのチャンネルのチャンネル登録をしてくれると嬉しいな。ではまた。 See you next time!